はい、どうも、いらっしゃいませ、ポンちゃんです。本日はですね、こちら、いりぬか、米ぬかね、いったものなんですけど、こちらの紹介でございます。こちらね、めちゃめちゃ体にいいんですよ。便秘で困ってはる方はね、特に食べてください。食物繊維の塊ですし、成長作用とかがね、すごく強いんで、本当にね、便秘に関しましては、めっちゃすぐ改善していただけるかと思います。で、こちら買ってきたぬかというか、精米したての鮮度のいいぬかですね。当然無農薬やったりとかのぬかがいいんですけれど、そちらの方を、入手しましたら、速攻行ってください。鮮度のいいうちに行ってあげることによって、香りとしては、きな粉っぽいような香りになってくれます。すごく使いやすくて、凍らしてる状態から、その状態保存いいんで、いつも凍らしてるんですけど、凍らしててもこんな感じのパウダー状のサラサラまんまなんで、すごく使いやすいです。で、こちら、先ほど便秘改善という話したんですけれど、以外にもですね、成長作用以外にも、大腸がんの予防だったりとか、他のがん系統の予防、あとアトピーだったりとか、花粉症とかのね、改善とかにもなるそうです。当然腸が良くなるということは、皮膚関係とかの方もね、すごく元気になるということでございますので、いいことずくめでございます。また前別の本読ませていただいた時に載ってた内容としましては、余計なコレステロールですね、太ってはる人とかの場合でしたら、そういうものを吸着して体外に排出する。逆に体重が軽すぎる人の場合でしたら、吸着ではなくって、ちゃんと体の適正体重になるような感じになるようにっていうのをバランスまで取ってくれるような、とっても有用な成分のものでございます。というわけでこちらを本日は食べていきたいと思います。で、食べ方としましてはすごくシンプルなのは、僕は朝によく食べるんですけれど、ヨーグルトですね。こちらは無糖のタイプのものですね。甘みは入っておりません。こちらを適当な量加えて、こちらは米ぬかですね。人によって体質によってはどれぐらい許容量っていうのはまたちょっと変わってきたりするんで、その辺はちょっとね、摂取量は加減してください。こんな感じで適当に掘り込んで、大体大さじ3杯ぐらいまでが許容範囲みたいな感じで入ったかな、この方では。あとはオリゴ糖とかそういうものがたっぷりの蜂蜜の方を加えます。ヨーグルトにね、蜂蜜にぬかっていうのでね、もう完全に成長作用にいいものしか入ってないっていう状態ですね。こちらをさっと混ぜていきます。はい、こんな感じでございます。OK、早速いただきます。ほんとね、言ってあるときな粉っぽい感じするんでね、食べにくいとかっていうことは全然ないです。美味しい美味しい。で、ぬかっていうことは当然ビタミン群か何からたっぷりでございます。お米の栄養素って言いますと、玄米状態で見た場合と、白米の状態で見たら、ぬかの方ってやっぱり栄養素が高くてね、お米、その玄米状態のうちの9割ぐらいをね、そのぬかが持ってるみたいな感じです。言えたらブランみたいなもんですかね。最近ブランパンとか流行ってますけれど。なんで、すごく体にいいもんなんで、よかったら食べてみてください。本当に、お通じはマジで良くなります。知り合いの、方なんかで言ったら、便秘で困ってはった方が1日3回通り出るようになってめっちゃ楽なったみたいな話とかも結構言っていただけます。ちょっとね、お食事中の方とか言い張ったら、この動画どないやねんって言われるそうかもしれませんが、マジでお悩みの方は一度試してみてください。本日の動画は以上でございます。また今後もいろいろな動画、美味しい動画ですね、上げていきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまたの動画で、バイバイ。